始まってます。たかしだ。えっちゃんだ。どうやです。耳くそ鼻くそペロリンチョどうもペロリ男爵です。からのやるほどだよ。どうぞ。しまゆとガニマトハゲとゆのるとしめるわ。あーあーさんありがとうございます。東海さんが次に来たね。いやもう人数多いとぬるっとするね。そうですね。ちょ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 これああ自己紹介。たかし、すいません。言霊言霊お前の言霊やめようか。ごめんなさい、素人が言ってる。ボソボソ言うのやめろ。そんなに大人だったんだよ。同級生のプロリーグ選手と申します。お願いします。もう大有名人ですね。違う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 、ここはやっとやんないと。ジョーニーと金ほんま、フルメンバー用意すんの大変でしたわ、ほんま。東海オンエアさん全国の人が仕切った。これすごいことですからね。本当になかなか集まれへんっていうから、僕らのチャンネルに全員が出てくれる。ありがとうございます、本当に。ただの岡崎を。いやいやいや、ただ岡崎ってビッグシティでしょ。そんな東海さんとですよ、やっていく曲言います。プロサッカー選手から1点取れるまで変わるんだ。まあ何をしようかなと思ったんですよ、東海さんとね。でも家でそんなもんはなーっていうので、東海さん6人、まあレイクレイ5人、合わせて11人。あ、ちょうどサッカーできるんじゃない。できる、ちょうどできるということで、まあ今回やっ西川優さん、おっと何度何度何度今曲がる角度今ね、前15だったけど、今30度心配しましょう。全然曲がらない。心配する。フリースローしかできません。できないから。できない。今もできないから。出たら。とりあえず今回ちょっと参加できない。なあまあ、そう。監督を。監督。監督。監督。いいですか。ちょっと名称っぽいし。あまあ。ちょっと見て飽きたら。見たことない。ゆるこの部活。本当に飽きた。でプレイの代わりはスタンドのマスター。ありがとうございます。本当にあの動画だと思ってめっちゃ気抜いてるからさ。そしたら何かいた？こいつらが。今から普通に90分のサッカーの試合をやります。普通じゃないよ。ちょっと待って、ちょっと待っていいですか。夏で、味噌汁なんよ。足のところの温度計39って書いてあります。39度？けどなんかね、ウーブさんにも言われてたじゃないですか、フレッシュさが足りない。あら、ちょうどいいじゃないですか。そりゃそうやな。運動もしてないでしょ、最近。まあ90分っていう考えはマジで相手がプロサッカー選手なんです。いやこれはやばいよ。 FC 丸安岡崎さんと今回対戦いただきます。普通やったら多分ボロ負けすると思うんですよ。僕は素人、サッカー経験あるとあんまいないと思う。ない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 。ちょっと負けると思うんで、今回15分ごとにハンデをいただこうかなと。こんな感じですね。出た。こういうの。ああなるほど。初めて見た今。まあまあな。見てください、あれ。プロがボールを出したらすべてコーナーキックに。コーナーキック得意ですよね。コーナーキックで点決めるやつ今日いないんだよ。そうだった。でも待って。あれ見て。プロチームがファールしたら指定の位置からフリーキックになる。フリーキックもやってましたよね。やったけど。5年前にやったけど。今のお前より若かったよ、その時。そうか。プロチームのプレイヤー1人減らそうと連打して11人削り切っちゃえば勝ちです。大丈夫ですか？大丈夫ですか？それほんま最終ですよ。左上がバツになってるのは何ですか？あれほんまに危険なんですか？あれ研修にも出てないですか？試しに勝つなよ、あんなこと。ノリで行ってみたら無理ですよ。できるだけハンデなしで1点取れたら気持ちいい。一応気持ち決めたいな。皆さん、全員背番号これ10番。あら、そうやで。そうやね。全員1ナンバー。全員が決めるって。気合入りすぎて、もう東海さんのユニフォーム作っちゃうっていう。ありがたい。だってこれ今回限りでしょ。りょうさんの好きなチェルシーから、しかも靴下の長さチェルシー。英語のカンテの長さこれ。削る時のこの知らない知らない。じゃあ早速やっていきましょう。ゴーイ。リアルなポジションどうします？いや、確かにな。サッカーとしてこんなに立たせる。じゃあもうフォワード行く、フォワード行くわ。じゃあフォワード行きます。じゃあフォワード行きます。そんなフォワードやります。バカバカだ。恥ずかしいから乗れよ。ちょっと待って、上で止めると始まる。攻め自信あるよ、きっと。いや、りょう、うちからの一番はマジりょうあるし。ない、りょう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 、そうね、そうね。あ、確かに。あ、前で。スリートップね。スリートップ行く。で、あの師匠はちょっと、いやなるほどね。いや師匠もう出んでいい。11人で補欠は無理やて。結構夢丸さん
と一緒に出てもらったら夢丸さん9人でやるんだけど、やる気方はこの2人同じだから、うん、一旦で適当にならない、適当に、適当に、ポジションましょうかこんな決め方あるなんか、多分ハマるとこあるからみんなこの変な気がするな。むずいな。これこっち？どっちか攻めどっち？これ攻めどっち？あっち？真ん中入れて、攻めどっちじゃないの？だって真っ最後やん。全然いいよ。やめちまえサッカー。こっちキーパーこっちってことはこっちじゃないの？サッカーでどっち向かってやんの？どっち？何？こっちじゃないの？こっち攻めるじゃないの？絶対ゴールでしょ。真ん中はないだろ、真ん中は。こっち攻めか、とりあえず挨拶しないの。マリアス岡崎さん、だって挨拶か。だから一回今、ちょっと皆さん、ドバが転ばってる。全員落ち着いてください。落ち着いてるよドバ。ポジションを今みんなで決めようって言ってたら、サッカーのルールまで分からなくなりました。挨拶ね、先挨拶。挨拶しましょう。挨拶しましょう。もうお前はもう何してこれ、何しにないかんね今。ここまで YouTube やってこらな。ほんとお待たせしてるから。そうそう、待たせちゃってるからね。サッカーって先生どうやって始まるんでしたっけ？サッカーってどうやって始まるんでしたっけ？挨拶しましょう。ドバ、ありがとうございます。ドバ頑張って、ドバ落ち着いて。ボール持ってないサッカーできない、サッカーできない。とりあえず挨拶ってやつやりましょう。よっしゃ、コイントスした？コイントスの前にちょっと挨拶しましょう。どこで挨拶？ポジション早くなってるから。始まる前に頑張れよ。始まればあっちから入ったらかっこよく撮れるんじゃないっていう案が出て、あ、これちゃんと聞いたやつのか、聞かないとそういうの。まあまあいただきますね。いただいて、じゃあ横に並んでバーンって入ってきて、はい、多分こっち向きで相手してる。それやりましょう。真横に並んで入ってきていただきましたみたいな。真横に並んで何回戻んねん。何回戻るんすか。俺切り始めてるやつになって。いや、ここで並んでいく。じゃあ並んだ。でカメラこれやろう。これポジション。子供のやつ。足りなくなってる。足りなくなって、1人足りなくなってるから、それ。ポートキッズいらんねん、今。こっちで、こっち行って、こっちで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。俺がやりたかったら、俺らでいらん。俺らでいらん。俺らでいらん。俺らでいらんて。絶対勝つ。これ、ストップ。待って徹夜運動量。うわ、何その爆発性。でかいな。そのルールね。そうか、ゴール決まった。はいはい
絶対取られないでボール。怖い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 。よしよしよし。ナイスナイス。青のチームが走れって。青のチームが走れって。ナイス。ペロリン！ペロイ！あかんよ！ボール回さないと全員で結局ね、こっちで団子になってるから。サッカーしましょう。よしよしよし。無理無理、長すぎ。惜しい惜しい。ないないない。すげえ、うまい。これがプロか。受けたぞ審判に。やばい。うわ、やばい。うわ、やばい。やばい。えぐい。あっこよ。こんな風にサッカーがしてみたいです。さあ、サッカーは。しっかりボール回していこう。相手に取られちゃダメだ。行ってくれ。ナイス。水上。コード出てる、コードが。いいよ。ミドル、ミドル、ミドルあるよ。まさか。取り返せ。あれ。さあ、さあ、さあ。うわ。頑張れ。みんななんかサッカーの一試合ゾンビみたいな顔してるけど、みんな全然終わったら見たろ。90分でこんな綺麗なの？いや15分なのよ。いやちょっとこれはやっぱハンデなしじゃ無理か。ハンデいきましょう。
あと行きましょう。いやもうシンプルに1人減らそう。絶対3連打だな、うん、そうですね、そうですね、まず減らそう。ちょこちょこボール取れてました、うん、確かに減らしましょう、減らしましょう、まず減らしますか。じゃあまた明日。あ、すいません、すいません、全員負けたやつこれ。すいません、あの、一人減らすじゃなくて、としみつボケ禁止っていう。そんなボケてた俺。それやったら取れるかもしれない。27番の。うわぁ、こっち行きます。じゃあこの方角で4、この4か。天気いいね。天気最高っすよ。うん、あれ、としみつは、おぶきしようか。あれ、としみつは通報された、1人減らしちゃった。なんでこっち1人減らしてんすか。俺の側を。え、あー、ごめんごめん。あ、止めないと、まだ止めろ。1人減ら、1人減ってるからな。ただ見されるよ、ただ見されるよ。おい、うまい。おい、ちゃんとトラップしろ。
きゃ、はい、早い、なんてこった、ああやば、全然兆し見えないけどね、全然剣入る、あれがないやばいよ、一人減らすのもあれですけど、俺外出た時のコーナーでワンチャン狙ってどっからでもコーナーにやる、そうだ、だから相手がシュート外したらコーナーコーナー行きますか、もらうか、よーい、行きますか、よっしゃー、青色の10番が足引っ張ってるから、うん、頑張ってる青色の10番にみんなパス回そう、青色の10番、ややこしいややこしいわ、プロチームがボールを出したら全てコーナーキックになります、おー、ガンガン打ってこ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 、いけるよ
後ろ回ります。よちょっと入れさせてよ。入れさせてくださいって叫べ。聞こえるかい。はい、右右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 いいシュート。いや、面白い。びっくりした。マジで。急に終わったな。毎週末プレミアリーグ見ててよかった。俺でやりいけんだ。すごい。でもマジでいいシュート。えっと思ったもん。ほんまに。えっと思ったわ。ちょ待って。あそこしかないって場所だった今。やったな。いや、これはレイクレス好きになったでしょう。これはさすがに。決まった。決まったー。終わんねや。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。決まんねーよ。ちょっと気抜いてたんちゃう。行こう。ちょっとだけ綺麗に入って。ほらほらな、さっきのマギのこれにして。これにしてや。悪いとこ出てるよ。悪いよ。大阪よ。大阪人の有田が全部出てる今。大阪の人間の有田。ちゃんと好感度回収していくんだ。